増水した阿部川の水が河川敷に流れ込みグラウンドが石だらけとなったほか一部がえぐられるなどの被害が出ました静岡市が管理する33カ所のスポーツ広場のうち19カ所で被害が出ていて1ヶ月経った今でも17カ所が使用禁止となっています 今回、被害がかなり広い範囲でそして規模も大きいものでしたので市の予算ではなかなか対応が難しいところで,です、ね、都市災害復旧事業という形で国の補助を受けられる制度を使いましてほとんどの広場を直す形になっております。市によりますと国から都市災害復旧事業として補助を受けることから現在、災害状況の保存のため復旧作業は止まったままで 使用禁止が続いているということです。市民の皆さんが遊べるところということで、一番近いところにグランドがあるというようなことで、やっぱこれは必要だと思うですね。今回あの今まで例にないような都合だったということもありですね。まあの今広場のかなり多いところが。 使用できないということで日常からスポーツに親しんでいただいている方々に大変ご迷惑をかけてしまっているところにはなるんですけども迅速な復旧を目指して今後も取り組んでいこうと思っております市によりますと17カ所のスポーツ広場すべてが使えるようになるのは来年8月になる見通しでこれまで通りの生活が戻るまでにはまだまだ時間がかかりそうです。